はい、タイガーですというわけで、サムネにもある通りちょっとご報告が、はい、あるということなんですけども、とりあえずね、オープニングだけやっていきたいと思います。はい、ということで無補正で神アポロンでね、なんと渦井天元とネイファっていうチャージプラスリーダーにアポロン、はい、こんな感じでね、やっていきたいと思います。そこでさせていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目余ってる相手ですということで、まあお知らせというのはですね、まあ、ちょっと薄々ね、感じてる人も感じてるというかだろうなっていう人もいると思うんですけど、まあ前から言ってる通りね、僕受験生ということでですね、はい、まあ、ついに勝負の夏がやってきました。はい。まあ、というわけで、こっからね、投稿頻度がだいぶ落ちていきます。はい、おそらく。で、まあ、夏休みね、一応1日10時間っていうので、はい、勉強やるんで、まあ、そう考えるとね、まあ、夏休みはね、学校がない日ならば、あまり投稿できんことはないんですけども、うん。まあ、補習とか始まって、それプラス家庭学習もしないといけないっていう風になってくるので、はい、まあどっちにしろどこかではね、はい、毎日投稿がもう完全になしということに、だからまあ毎日投稿はね、もう本当に、まあ、いつからっていうのはちょっとまだ決まってないんですけど、もう今すぐにでも終わる可能性が大です。はい、こんな僕にもなんか数少ない動画をね待ってくださっている人たちがいるっていうのが本当に驚きというか、まあ、ありがたい限りなんですけど、はい、まあそういうことになりますね。はい、でも一応自分が今思ってる感じとしては、まあなくなると言っても週に1本ぐらいは動画出すっていうのと、あとコラボだったり、その、なんていうの、新シーズン始まったりみたいなところのタイミングでは、一応、動画出せたらなと思ってるので、はい。まあ、あまり、期待はしないでもらいたいんですけど、はい。なんで、まあ、土日、まあ、土曜日に多分動画1本出れば、出て、まあ、平日にもう1本ぐらい出て、週2投稿だったら、あ、頑張ってるなーって思ってやってください。はい。でもコラボとかね、周年じゃないわ。そういうご三家、9月に来ると思いますけど、そこら辺はね、頑張ってやるんで、はい。そこら辺は楽しみにしておいてください。まあ、ただ、ちょっと1月の、うん。1月はちょっと厳しいかもね、本当に。まあ、1月はもう勉強、そんなことするなって話だけどな。どうしよう。R と飛んできた。どうしよう、これ。まあ、こうするしかないかな。痛い。で、ちょっと厳しいな、これ。どうしよう。まあ、とりあえずアポロン消されるんで、そうきますよね。回復出せないんで、まあ、一旦ブラジオ置くしかない。発動するな。やめて。ああ、でも発動した方がよかったんか、俺。もはや。で、あるとコンボ使われそう。どうだろう。いや、でもベルト消すか？いや、難しいな、アイテム。ヤリウィックスか？ですね。ただ、これは回復したい。これは回復したいな。回復したいなと言いつつ、難しいな、これ。ただ、回収しないといけないから、罠。まあ、こうか。これで回収できるでしょ。まだ参るか。でもちょっとも厳しそうやな、これ。グロい。グロすぎる。
いや、さすがに。いや、一応回復あるよ。一応回復あるよ。いや、無理やな。そんな。5000。一応5000マックス、マックスやないんかい。いや、無理やな。ワンチャンあったけどな。いや、案外惜しい。案外惜しいな。いやー、ワンチャンあったな、これ。まあ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 。このデッキにしてはなかなか頑張った方じゃね？ S 結構出されたし。はい、ということで、対戦。あざしゃー。さあ、続いて、夜明けリーダーのカーチョウフですね。引けない。さっきから引けない。S1 枚くらい引いてくれればいいのにね。よいしょ。まあ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 。回復でね、イモリながら、引くのを待とう。さっきもね、4ターン目とか5ターン目で引いたんで。次も引いて。なんならもう今引こう。さあ、これ。なんかボイス聞こえたから、S ゴマ引いたんかと思ったら、そういえば、トウヤ、ボイスついたんやったわ。最近ボイスついたよね、君。あれ、こいつ出た時からついとったかな。ちょっと忘れたわ。で、睡蓮置かれた。いやー、どうしよう。一旦意識出しとくか。回復して、なんか相手もちょっと気色悪がっとるよな、こっちのこと。意味わからんもんな、こんな回復バー出して。どうしましょう。2枚返し試食、これ。あ、渦引いた。2枚返し試食か、じゃあ。アポロンデッキに見せかけた、耐久に見せかけた、チャージデッキ。オッケーオッケー。まあ、殴られるわけじゃないんで、まだマシか。てか、相手ももしかしたらそっち側？めっちゃ回復するんだけど。なんで？置きたい駒がたまたま緑なだけ。そしてね、まあ、ウズイでもいいんだけど、先にメイファの方がチャージ遅いんで、メイファを引きたかった。さあ、相手もさすがに水源。ああ、そっちから来る。なるほど。それも上手だね。ダブコン組まれるなぁ。あ、ドゥムジだ。ただ一旦ロックか？けど、ここ別にドゥムジでも結構優秀。一旦ロックかなぁ。これでまあ、月の駒とか釣れたら美味しいんで。さあ、何が出るかな、何が出るかな。回復。でもこれ回復させたのでかいか。この相手のチャンスを回復にさせたっていう。そしてブラジャー引くんだったらブラジャーの方が偉いんで、ブラジャーを出すか。そして右下 X がちょっとだるいな。どうしようかな。どうするのが正解ですか、これ。メイファ引いた。音がすごい。チャージの音がすごい。さすがにこっちか。いや、左下 X もありかなと思ったんだけど、別に取られて終わるからな。そう、左下 X 置いたところで、英語に置かれて取られて、俺が角取ったら A3 に潜られるんで。おっと、やるな。ちょっと吸収したい。コンボはできず。そして根核も特にないということで、一旦7000打っとくか。よいしょ。まあ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 、
で、これで相手に潜られるかな。いや、その火力なら俺、勝てそうだね。無理かな。いや、もう一旦ぐらい耐えれそうだね。そして、渦井。渦井5000。さあ、相手からしたらホラーよな。アポロン7000なんだけど、渦井5000で出てくる。ただ、ミーファが今2400だったよな、確か。2400、そんなことないか。今、君はなんぼだ。一丁渦井のコンボが最大4500。さあ、メイファ何も出るんだお前。このタイミングで3600、弱い。3600は飛ばんのよ。でももう行くしかないんだよな。相手このタイミングではヒヤヒヤしてると思うんだけど、届きません。届きません。いやー、もう一旦早く引いとったらあったな。いや、でもおもろかったなこれ。うん、まあおもろいことはできたからいいでしょう。はい、ということで対戦あざした。さあ、速攻竜はまずい。速攻竜はめっちゃまずい。どうすんよこれ。これはちょっとどうにもならんな。ランタン引かれてないだけマシか。いや、とはいえやな。守護者、守護者打つか。一応吸収して回復して。メイファコンボ弱いんだよね確か。うーん、アポロンも弱いけどな。どうしましょう。踊れるかな。どうするもないも回復するしかないよな。大丈夫よ、レモラ、心配ないわ。うーん、4ターン3500でしょ。弱いね。18000、無理でしょ。食人の英知を見せてやろう。やばすぎ。さすがにまずいよ。まあ、一旦こうか。いやー、言うても厳しいぞこれ。厳しいね。何が来るかにもよるんですけど。痛え。いやー、もうこれアポロンか。もうアポロンか。もうアポロンやな。うん。で、メイファも結構溜まってたはず、チャージが。ラブコン組んでくる。お、デバフだ。考える考える。困ると思うんですよ。5000。お前もう5000出るんかよ。強えな。一旦ロックか？一旦ロックにするか。で、これでエルケス出させれば俺の勝ちか。飛ぶよね、次。いや、でもそうか。まだ、アポロのコンボを甘く見ちゃおうんな。そんな出んか。思ったより出んよな、多分。さあ、エルケス出させた。エルケス出させたよ。これワンチャンある？飛ぶ？ 5700 出るよ。だから、こいつ単体で7000出せる。飛んだな。なんか勝ったわ。そこよりなんか勝てた。いけ！おれ！オーケー！ということで、対戦？あざした。さあ、ラストやっていきましょう。マフェリか。マフェリはターン伸ばすだけこっちが不利なんだよな。しかもこれ、ロック出すしかねえな、これ、初手。もったいない。なんか昔、そういえば翔太な、大ロック使ってマフェリを初手に犯すっていう。懐かしい。さあ、変なの釣れないかな。さ
っと悩んでる。だるいな、めちゃくちゃだるいことするな。雨降った。こうか。すごいだるいことしてくるね。こいつコンボは紙ゴマ2枚ないといけないのか。うん、まあ、まだフェリアは置けないよね、相手。それだけが唯一の救い。で、順番的な完璧な順番でエースを引いてるね。だとどっかで天元を引いてくれれば。痛い、ちょっと痛い。どうしよう。まあ、いった回復か。で、まあフェリアを置くか、相手が B、あ、C1? まあ F ないよね。そこよね。となると、となるとここからどうする。単純にファビオを消すなんていう選択肢があるのか。一旦こことかでどう。様子見、様子見の D2 です。うんー、で次のアポロンが4500、まだ弱い。せめて5500から出そう。出すとしても。なるほど。めんどくさいのが始まった。うーわ、強っ。いや、あるよ。あるよ。でこれはこっちなのではさすがに。なるほど。これでトーヤを消せるようになった。うん。どうだろう。いや、まあさすがにファニー消してきそうやけどな。どうなんやろ。ちょっとわかんねえな。準備。引いてきた。共に行きましょう。イシュケか。正直この程度でいいね。心配ないわ。ただもうそろ罠置かれるか。罠置かれる前に今アポロンだけ5500かますのもありかだったかもしれない。これ罠置かれたら何もできなくなるからな。早めに打っとくのもありやったな。ただアプロンから打ったら、まあ、それは許そう。これ一旦こっちの置かないと。これは消さざるを得ないっしょ、さすがに。こんなん無視される。無視して英語とかもありがたいよ。めちゃくちゃありがたい。無視された。舐めやがって。俺のこと舐めやがって。踊れるかな。4400、5700。あえてこっちにしよっか。ライフ返し。これで油断させるか。ただ飛ばされるかもしれない。それは許してる。しゃあない正直。いやー、きついか。負けたな。
ダメか。はい、ということで、大戦、あざした。